ボゴロジツクの紋章、ボゴロジツクは、ロシアトゥーラ州の東部にある都市。州都トゥーラからは南東へ65キロメートル。ウパ川の支流ウピョルタ川が流れる。北には、ウズロバヤやノボモスコフスクの町があり、鉄道で結ばれている。モスクワからボロネジを経て、ロストフナ、ドヌエへ向かう M4 幹線道路も通る。人口は、2002年国勢調査では3万884人。 1989年ソ連国勢調査では33,552人だった。ボゴロジツクの町ボゴロジツクの火山の生新女性堂、ボゴロジツクには1663年にツァーリアレクセイの命により木造の砦が建てられた。当時は、ノガイタタール人の諸部族やクリミア藩国によるロシア侵入が相次ぎ、当時の南部国境だったトゥーラ州周辺には、 防衛線と要塞が建てられた。要塞のある村には、聖堂が建てられたが、生新女飛護祭を記念する聖堂にちなんで、村は、ボゴロジツコへと名付けられた。18世紀に、ロシアの領土が南へ拡大し、遊牧民の脅威が去ると、ボゴロジツコへの軍事的重要性は失われ、1715年には、取り壊された鳥の後に、馬の飼育場が建てられた。 さらに1773年には皇帝エカチェリーナ2世と愛人グリゴリー・オルロフの間に生まれた不義の子である貴族アレクセグリゴリエヴィチ・ボーブリンスキーのための宮殿が建てられた。ボーブリンスキー家の宮殿の本館となる社ーは巧妙なロシア人建築家イヴァン・スターロフにより設計されたものである。1777年にボゴロジツクは死となった。 1778年から1796年にかけては、ロシアの農業科学者、アンドレイ・チモフェービチ・ボロトフが市の長官となっている。ボゴロジツクには、1773年に建てられた新古典主義建築の宮殿や、聖堂のある庭園が残っている。周囲の英国式庭園は、首都サンクトペテルブルク以外ではロシアでも、最初期に作られたものである。しかし、 ソビエト連邦時代には市内の聖堂のうち二つを呼び、宮殿の一部が取り壊された。第二次世界大戦では市街地同様宮殿も破壊された。1967年より聖堂や宮殿の再建が進み、1988年には宮殿に博物館が併設された。ありがとうございます。